はい、今日は関係福祉ね、ホエアについて。レベルとしては、高校生で、一応関係詞っていうのは分かってると。関係詞だよね。要するに関係詞っていうのは関係代名詞。これはまあ中学で習ったよね。風化、風塚、風霧とかいうやつね。あるいは不意致とか、あるいはだととか、この辺が分かってる。まあこれは中学だからね。で、その次、なんだろう。高校に入って関係副詞っていうのは、初めて習ったと。これも、まあ、where、when、なんだっけ、あと、why、how、ね、これも分かってると。さらに進んで、場所が来たら、where じゃなくて、場所が来たら、which になるっていうことも分かってる。ね。その次の段階の問題かな、これはね。はい、じゃあこれ一応解いてください。This is the point。これで何か入って、Bob and I do not agree。ここが私たち、ボブと私が同意できないとこなんだと。ね。点なんだと。あともう一つ、まだこの問題なんだけども、合ってるかどうかってことね。Japanese people bow to each other in situations which Americans would just shake hands。結構難しいよね。Lake Biwa, which is located in Shiga Prefecture, is the largest lake in Japan。ね、まあ自分で答え書いてみて。で、答え書いたら、一番下行って、で、チェック入れてください。そしたら、合ってたら、ここに、合ってたら、その、なんていうの、ギャップがなくなりますから、これがね。はい。説明すると、これは、まあ、フェアでね。This is the point where Bob and I do not agree. Where の先行詞は場所なんだから、例えばハウスとかプレイスとかそういうのが入るんだけども、ポイントっていうのも場所なのよ、一種のね。それと同じことで、situation っていうのも一種の場所的なもんなのね。だからこれは、where になんなきゃいけないわけ。だからこれはね、まあ下はちょっともう、今関係ないからどっちでもいいんだけども、これは何だっけ、両方正しくなければ A か、あ、 A を選べばいいよね。これで一応合ってると思うんだけども、そうだね、こういうふうになってね。This is the house where I was born、ね、Bob and I do not agree。まあ、いわゆる完全な文。これも、American would just shake hands。完全な文。だから、where？ 関係副詞。下はちょっと難しいよね、意味ね。日本人はお互いに bow すると。bow っていうのはこれ、お辞儀をするってことでね。in situations。こういう場合は。どういう場合はかっていうと、Americans would just shake hands。このウッドは仮定法のウッドでね。ね。アメリカ人ならっていうことは、ここに if 説が隠されてるわけよ。ね。ある状況があって、ね。そこに、実際は日本人なんだけども、もしかそれがアメリカ人だったらっていうことよ。だったらどうするかっていうと、シェイクハンドするわけ。ね。そういうシチュエーションでも、日本人はこうすると。ね。はい。ちょっと見ていきましょう。まあ、こういうことだよね。先行詞がこういう場所だったら、ね、関係副詞一応ホエアーって入れるんだよね。ね、時だったら、ね、ホエンって入るんだよね。ほで、リーズンだったらホワイだよね。ね、これ、点点点って書いてあるのはもういろいろあるわけだよね、他にね。でも、リーズンの場合は、理由の場合はホワイだけ、リーズンの場合、ホワイの場合は reason だけかな。ね。cause なんて書いてある、参考書もあるけどね。
あんまり見たことないよね、入試問題ではね。まあ、why だけ、reason だけ覚えておけばいいんじゃない。ほいで、大切なことは、place できても which になるってことね。だから、先行詞が場所だったら where か which になるわけよ。先行詞が時だったら when か which になるわけ。先行詞が理由だったら reason か、reason じゃないわ。先行詞が reason だったら why か which になるわけね。ここでさらに、ここでやるのは、先行詞が一見場所じゃないような場合。例えばこういうポイントとか、ケースとか、シチュエーションとか、サーカムスタンセスとか、あるいはステージ、まあ段階でね。こういう時でも、where になるっていうことがあるってことね。まあ考えてみれば、これはね、点っていうのは場所じゃない。ね、場合っていうのも、なんか囲まれたって感じするでしょ。前置詞とか見てみたら、例えばちょうどこの場所で、ね、at this point、困難な立場に、in a difficult situation、その場合には、in that case、こういうふうにほら、場所とか、ね、場所を表す前置詞を使うじゃない。ということは、これ一種の場所って考えてるってことだよね。ね。場所と時は同じなんだよね。at、in、on とか、まあ、on もあるんだけども、これもやっぱり時を表すわけでしょ。ね。だから、この辺だけ覚えとけばいいんじゃないかな。まあ、ステージはあんまり見たことがないけども、一番よく見るのはシチュエーションかな、ね。ただし、こういうふうに言うと、ポイントできたら、where だと。ケースできたら、where だと。シチュエーションできたら、where だって思う人いるかもしれないけど、そんなことはないよね。ね。それはほら、これと同じよ。これでも、こういう場合でも、これかこれ。問題としてはやっぱり、あれじゃないの？場所って聞いたらもう、ホエアっていうのは誰でも知ってるわけよ。だから、ね、どっちかというと、不一致になる場合も結構あるよね。それちょっと見ていこうか。見分け方はもう簡単で、Utopia is a place. Everything is perfect.、ね、要するに、これが先行詞じゃない。ということは、これをさ、後に入れられるかどうか見ればいいわけよ。先行詞っていうのは副詞じゃなくて名詞でしょ。名詞が入れられるっていうことは関係代名詞を入れればいいわけよ。名詞が入れられないっていうことは関係副詞を入れればいいわけよ。これもちろん everything is perfect a place 言えないよね。だからここは関係副詞の where を入れればいいと。とはこれは入るでしょ。This is the place. I have wanted to visit the place for a long time. 名詞が入るっていうことは名詞を入れればいいんだから関係代名詞を入れればいいんだね。ああ、間違った。同じこと。ね。ケースも同じで、まあ、これはよく出るけども、こういうのはね。もちろん、where だけじゃなくて、this is the reason why ってくるときもあれば、this is the reason which ってくるときもあるよね。見分け方はもう全く同じ。先行詞を入れてみる。先行詞が入ったら名詞が入るっていうことだから関係代名詞を入れればいいわけ。ケース。There are a few cases.、This rule does not apply.、A few cases が入るかどうかだよね。This case does not apply a few cases.、これは入んないね。だから、where。その次、The movie is based on an actual case.、これはもちろん、An actual case occurred in Tokyo. だから、これは不一致だよね。ただし、ちょっと意味違うけどね。これは場合っていう意味だし、こっちは事件っていう意味になったからね。ちょっと、なんていうの、いい例文探せなくて、もうこれにやっちゃったんだけどね。Situation. We are in a situation today. Technology and coffee are coming together. テクノロジーとコーヒーが手を組んでいるというのが目下我々の置かれている状況です。これな、どこから取ったんだっけ、この文。よくわかんないけども、どういう意味なのかよくわかんないけどね、コーヒーとテクノロジーと。まあ、
こうだよね。situation だよね。a situation。technology and coffee are coming together。ね。situation とは続けられないね。だから、where。こっちは、this is the worst situation I have ever experienced. The worst situation だから、だからなんだっけ。名詞がそのまま入るんだから、which か。Point. This is the point requires attention. もちろん、the point、ここ入れれば入るよね。requires attention。ということは、名詞か。だから、which か。We came to the point、なんだろう、これ。We came to the point the road parted into two、ね。ここはもうそのままだよね。ね入んないでしょ。The point ってどこにも。into two, the point とは言わないね。名詞を2つ続けることはできないよね。だから、where になるわけでね。これで、一応、あ、ちょっと待って。これ、which で合ってるよね。This is the worst point. ああ、そっか。俺、that ってやったんだ。あのね、worst ってほら、一応、なんていうの？最上級じゃない。最上級の時はよく that ってなったりするからね。ね、that ってやったみたい。後で、which もいいことにしときますわ。これは何？ここも that にあったのかな？ここも which でも別にいいよ。ね、that にしときます。後で直しときます。うん。だから、今日やったことで一番大切なのは、こういうことね。一見場所じゃないみたいな先行詞でも、この3つ覚えておけばいいかな。先行詞でも、フェアになるっていうことがあると。ただし、これだからってフェアに必ずなるとは限らないけどね。フィッチの場合もあるけどね。その辺はね、この辺やってみてよ。この辺かな。フィッチかフェアか。もう何回もやったことあるだろうけども。My house is in a town not far from here。ね、a town をここに入れられるでしょ。ってことは名詞が入るんだから、名詞を入れればいいんだね。which なんだけども、だとか。その次。This is the reason for、そっか。for the reason he did it。その理由で彼はやった。そこも入るよね。ということは、for that とか for which なんだけども、 for that っていうのはダメだから、これだよね。ちょっとこれは応用だよね。これでもう一つだけやろうか。The time will come。これ先行詞はこれなのね。これで、Every one of us uses a computer。これ2002年にの問題か。ね、今ほとんど使ってるんじゃないの？みんなが使う、パソコンを使う、コンピューターを使う時代が来るだろうと。ね、やっぱりこれとちょっと離れてるから分かりにくいんだろうね。The time なんとか every one of us uses a computer will come ってやったら、こことここの間がすごく、主語と動詞の間がね、すごく離れちゃうから分かりにくいから、こういうふうな書き方するわけだけどね。ということは、the time がここに入るかどうかだから、そのままは入んないよね。ということは、これか。もうちょっと簡単な問題ないかな。あと2つだけやろうか。Last night, Cindy told me about her new job in Tokyo, where she appears to be enjoying very much. これは東京、ちょっと待って。in 東京だから、これに、her new job か。先行詞はね。じゃあ、she appears to be enjoying her new job だから、名詞が入るんだから、which でいいわけか。その次。They got themselves into a position there was simply no way out. There was simply no way out だから、way out は出口ってことね。全然出口のない、ね、そういうシチュエーションに彼らは自分自身を置いたと、追い込まれたみたいな感じなのかな。
これは、a position は入んないよね、そのままね。ということは、これもやっぱり position っていうのは、場所的なものだから。ね、where でいいよね。さっきは入れてなかったかな。2番、これか。into a position の any 場所の移動を表す into と。まあ、これもさっきの仲間だよね。これ書いてないね。ポジションね。書いといてもいいかもね。too very severe. まあいいや。よし。じゃあそういうことで終わりましょうか。